世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、この YouTube を撮るときに、セッティングをするわけですね。まあ、カメラであったりマイクがここにあるんですけれども、今準備をしようとしていたら神様から一言言われたのは、以前の動画でもお話ししていますけれども、私自身が経済音痴です、音痴なんですが、経済音痴の株式投資という、YouTube 動画を何本か上げているわけなんですけれども、この動画を撮影する、今ちょっと準備をしている時に神様が一言言われたのは、1ドル220円に気をつけろということでございましたので、多分、今日は日曜日なんですけれども、今日は5月の12日日曜日なんですけれども、さすがに明日の13日月曜日がいきなりね150、60円から220円までポンとはいきませんが、そんなに遠くない日に、多分、トランプ大統領が当選するあたりに、ひょっとしたら220円あたりになるかもしれませんので、関係者というか、そういう株式、それから、FX などやってる方は、考えて、シミュレーションされたらいかがでしょうか。ということで、本題に行きます。宇宙の神様、男性の神様だと思いますけれども、今月、令和6年5月9日木曜日、22時22分に降臨されましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。よろしくお願いをいたします。神は偉大であり、今地上に降りた民の者々よ、なぜ失望している。このように失望という感じはない、いわゆる日本語の感じですね、はい、あるのは希望と欲望と信ずることは自分の成功を考え、神のもとで生きる考え方があるのかを天高く見ているのじゃ。焦るな、じっくり考えよ。各神たちはバカではない。簡単に殺しはしない。それどころか健康も金も夢も希望も太陽の光、月の光、ありとあらゆる光を降り注いでいることを体で感じるがよい。弱気ではできない。空の女神様、言ったじゃろう。考えるが武器になると。これは戦いのための武器ではない、生き抜くための武器であることを改めてここに言うのじゃ。我神々は民の諸々を幸福の国へ連れて行くために存在しているのであって、民の諸々の命や財産を奪う悪神ではない。神を信ずることは確かに難しいと判断し、困惑もすることだろう。自分の守護神であったり、どこのどの神様を信ずればよいのかを人生という生き物から探してみよ。自分を信じろ。と言っても無理じゃろう。どうしてよいのかがわからない。だから紙に書けと言っている。頭の中は宇宙よりも広い世界じゃ。
ところが紙には書く限界がある。そこが良いのじゃ。紙に書き、神に祈れと言っているのじゃ。つまりその以前も言ってますけど、紙には書く限界があるっていうのは、これ A4 版なんですけれども、要するにその紙に書くこと自体が限界があるので、これ以上は広がらないので、やはりそのまあ、ここから皆さんで判断していただきたいんですけれども、まあ要所要所だけ書く、ポイントだけ書く、あるいはぎっしり書く、あるいは、マジックでも何でもいいですけど大まかに書くとか、まあ、そういうことを、皆さんなりに判断して書いていただきたいと思います。紙に書くことも神事の一つである。苦しんでいる民の者々よ、勇気とは何ぞや。心の中の神への誓いであり、心の叫びである。体の中から悪を吐き出せ。つまり悪とは今で言うネイティブのことじゃ。それぐらいで悩んでどうする。人生の悩み、考える力を駆使して自分の夢と希望を叶えるためにある。弱音を吐いてどうする。深呼吸をしろ。深呼吸を。地球という星の中の空気を体に入れてエネルギーになるだろう。中には呼吸法で健康を維持している民もいる。いいじゃろう。神は存在し、空から俯瞰し、日々背中を押していることを体で感じよ。生まれてきてよかったな。次々と落下山部隊のごとく神々は神山に降りてくる。民の者々に一日でも早く伝えよ。神より宇宙の。ということで、ございます。なかなか何度も言いますように、こう皆さんがやっぱり知りたいのは予言事ではあると思いますし、例えば今月来月年末にはこうなりますよとかですね、いろいろあるかと思いますけれども、そういうことよりも紙に書いて自分の夢や希望やお金や、そういったことを紙にコツコツ書いてですね、やってくださいと、紙に書き、紙に祈るということがですね、基本中の基本ですよというようなことをおっしゃっていますので、ぜひ皆さんは皆さんなりにですね、やれる限りのことをですね、考えられる限りのことをやってですね、幸せになっていただければと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井健雄の YouTube 動画、今回は、空の、元井、宇宙の神様からの、お告げで、ございました。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう。さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。